おはこんばんにちは。ゆっくり霊夢です。マリサだぜ。今回はずっと課題であった半導体供給問題と PS 関連ニュースを中心に確認していこう。果たして良いニュースはあるのやら。どちらにしても、今後の展開に影響してくるわけだからな。私はそれよりドラゴンボールブレイカーズが気になるわ。そちらもドラゴンボールとしては初の非対称アクションだからな。この手のゲームはプレイ人口が命よ。そちらも確認していこう。それじゃあ、ゆっくりしていってね。さて、まずは日本経済新聞にて。日本の多くの製造業が、半導体不足や物流遅延により長引いていた供給制約が解消に向かい始めたと記事にある。こちらは概要欄にリンクを貼っているのぜ。9月上旬までに、日本のメーカーや小売店79社を対象にアンケートを行ったものだな。デジタルカメラ、ゲーム機、エアコンなどで充足している、との回答が増えているようだな。確かにありがたいニュースではあるんだろうけど。だろうけど？今の現状だと嫌な推測がはかどってしまうわね。そもそもいろんなもので値上げが続いていて、需要が落ち込んできたことで、結果、供給問題が改善してきたっていう感じなんじゃないの？それは記事にもあるな。こんな厳しくなったら、そりゃあ財布の紐も締まるわよ。まずは、生きていくための食べ物やインフラが最重要で遊びにクソ高いお金は使えないってことね。iPhone14 を代表としたハイエンドスマホも売れない状況が続いているな。愚痴になるけど、最新のスマホのアピールって大体カメラ機能の激推しなのよね。そんなみんなしょっちゅう外で動画撮影なんてしないし、そこまでのクオリティ求めてないわよ。私は基本的にスマホのカメラでは食事しか撮らないのよ。ほんまにただの愚痴だったな。ちゃんと個人の感想ですって言っておかないとな。一応擁護すると、ゲームをする上でもリフレッシュレートも高く 4K に対応しているものもあるわけで。スマホでの良質なゲーム体験は可能だな。それでもその体験のために10万円以上の出費はさすがにね。スマホの件については愚痴が止まりそうにないので一旦まとめるが。円安が続いており、今後も価格の高止まりは続くことになるので。以前にお伝えしたゲーミングスマホなどはまだまだ高値の花となるな。そのような状況では普及は絶望的なので、やはりゲームの視点で言うと、リモートプレイなどがメインとなるだろうな。じゃあねえ、スチームのリモートプレイで我慢するしかないのね。そろそろゲームハードの話もしていこうか。少なくとも本当に記事通り供給が回復していくなら、PS5 も Xbox も十分にユーザーに届くはずよね。そして、この2年間それを期待し続けて今に至る。PS5 はどうせ北米やイギリス優先なんやろ。円安で利益の薄い日本は後回しって未来はすでに見えている。否定する材料がないな。確かにその通りだ。しかも全体的な需要の冷え込みもあり、状況的には悲観してしまうな。そして、こちらは近日中に別の動画でも語る予定だが日本での Steam の勢いがかなりある。コアなユーザーは多くのソフトがある Steam に移行し、ライトユーザーは Nintendo Switch。ゲーパスでコスパを考えるなら Xbox。あれ PS5 が恐ろしく中途半端な存在になってない？改めて現状を確認するとそんな感じになってしまっているな。しかもゲーム配信者も専用タイトルでなければ、PC での配信プレイがほとんどだ。発売当初、案件とハイエアピールしていた配信者の方も今は普通に PC でプレイしているわね。私はこれが PC プラットフォームの Steam の勢いの一端を担っていると思うな。人気の配信者が PC でプレイすることで、恒常的に魅力がアピールできるからな。本来、案件でなくても PS5 でのプレイを多く配信してくれる環境がなかった時点で、ゲーマーへの訴求という部分で圧倒的失策だったと思う。案件じゃない動画や配信でこそ、真の魅力が伝わるからね。購買意欲はそういう部分も大きいんだろうな。あれやな。また愚痴になるけど、人気配信者様たちに PS5 配ったのに。PS5 でプレイ配信してくれてない時点で色々お察しってことね。今回はいつも以上にボロカスに言っているが、PS5 特有の魅力ってのが必要なのは事実。魔法の SSD? それ、多分構成では黒歴史化しているかもな。もう少し PS 関連の話を続けよう。以前にバルキリーエリシオンの在庫が多くあるというお話をしたな。故にダブ付きから、値崩れが起こるって話だったわね。当然といえば当然だが、現実に起こった。まだ発売して2週間ほどで、この価格。
この価格は極端と早い。現在10月12日時点で5000円から6000円ほどが新品価格なのぜ。もともとお高いとは思ったけどね。これはスクエニが強気だったのか、氷が読み間違えたのか。どちらも可能性としてあるが、少なくとも今回直接被害を被るのは小売店だ。ゲームソフトの販売では返品制度はないからな。在庫は小売店にダイレクトアタックする形になるのね。特に PS ソフトは待てば安くなるからお得という意見を見ることはあるが、こんな商売、未来永劫を続けれるわけがない。結果的に小売店に押し付けたスクエニにしたってユーザーの不信感は高まってくる。ライブアライブもあるきりイエユシオンもダウンロード版と早え、定価はきつかった。コメントでもスクエニ作品は様子見してからってご意見もあったわね。そんなユーザーが増えれば、作品の出来に関わらず売り上げもおのずと下がる。これが繰り返されれば、結果的に市場全体の縮小ということになるのぜ。少なくとも今年怒涛の勢いでソフト出してるスクエニは、ちゃんとこの問題を考えてください。まあ、ヴァルキリーエユシオンに限った話ではないが、フルプライスの作品の価格についても、よほどの作品でない限り、8000円以上の価格は高いんだろうな。新作でも5000円から6000円ぐらいがやっぱりいいわ。実際作品にもよるが、このあたりで価格が落ち着いてくるからな。これが市場価格ってことになるんだろうな。無論、開発費などのことも考えると安易に値を下げろとは言えないが、大手パブリッシャーは今後の業界のためにも考えてほしいな。さて、お次は任天堂のお話もしておこう。映画情報の任大はなかなか良かったわよ。ペンギンたちの登場はいいわね。また64マリオがやりたくなったわね。映像としてはチラ見せだが、期待感は高まるな。これは来年劇場行くしかないわね。ゲームの映像化には不安を口にする我々だが、今回は問題なさそうだ。そしてマリオが問題ないなら、次の映像展開があるかもだな。おお、ゼルダやカービィもありよね。スターフォックスは劇場作品と考えると神話性は半端ないな。ピクミンもありね。延々と見てられるかもしれない。映像化もちゃんと成功すれば、ゲームコンテンツ自体にも良い影響を与えるしな。サイバーパンク2077はその最たる例よね。バグや不具合も非常に多かったが、徐々に修正されており、来年には追加 DLC の配信も予定されているのぜ。来年の楽しみが増えました。そして任天堂といえば、前回我々がスプラトゥーン3でいかがわしいことをしている輩にブチギレたな。思い出しても腹が立つ。詳細と問題点は前回の動画で確認いただきたいが、要はスプラ3の配信プレイにてクロマキー加工して裏で AV 流した。厳正に処すべきです。当の任天堂公式より法的措置も含めた対応をすることもあると警告しているのぜ。主催者である VTuber も謝罪を行っているが、今回はさすがに厳しく言っていいと個人的に思っている。見せしめって言葉は嫌いだけど、これはさすがに一線超えています。こちらは今後の任天堂の動きに注目しておこう。さて、最後にドラゴンボールブレイカーズについて確認していこう。戦闘力後のゴミが頑張る作品です。ドラゴンボールを知っている人には言えて妙なんだろうが、もうちょっと説明しておこう。公式を引用すると、言わずと知れた強さを誇るレーダーと、超パワーを持たない7人の一般市民サバイバーに分かれ、究極の脱出ゲームが繰り広げられる、とのことだな。セルやフリーザ様がレーダーで、サバイバーは逃げながら起動システムを防衛して、タイムマシンに乗り込めれば勝利ね。レーダー側はサバイバーの殲滅が勝利条件だな。いわゆるシステム的にはデッドバイデイライトと同じだな。私的にはこの手のゲームってホラーよりも多かったからね。ドラゴンボールみたいな雰囲気でできるのは、非常に気になっております。この手のゲームの入り口としては確かにありだな。そしてこの手のゲームは人が集まらんとそもそもゲームにならんわけだが、本作はダウンロード専用ソフトで、Nintendo Switch、PS、Steam、Xbox One で配信となる。クロスプレイはあんの？残念ながら対応していない。つまりフレンドと遊びたいならプラットフォームは合わせる必要があるな。どれがええんや。悩ましいところだが、基本的には気軽にプレイしたいならスイッチ一択だろう。Steam 版は熟練のプレイヤーは多くなりそうだがな。そのあたりが心配な人は少し待ってマッチングの状況などを確認してからでもいいな。私はとりあえずスイッチ版で行きます。このあたりも本格的にプレイしてみて語れることがあったら語っていこう。今回はあまりまとまりなくいろいろ確認してみたがどうだった？先行きが暗いお話もあるけど、基
本的に先の展開が気になることが多いしね。これからも頭空っぽにして夢詰め込むわよ。動画としては、ずっと頭空っぽだと困るんだけどな。このチャンネルでは有意義なゲームライフのための情報提供をしてまいりますので、よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。日曜日に定期更新しているので、今後ともよろしくなんだぜ。